ダンフェー・ムリンは、イギリスのスコットランド、ファイフにある町である。スコットランド東岸にある、フォース湾から約3マイル、スコットランドの首都エディンバラからは湾を隔てて北西約15マイルに位置する。ダンフェー・ムリンは、かつて、スコットランド王国の首都であった時期があり、スコットランド王ロバート一世は、当時のダンフェー・ムリン修道院に埋葬された。町は、 絵のように美しいピッテンクリーフ公園が南北を縦断する。ダンフェームリンはロサイスにほど近い。ロサイスはかつて海軍基地、軍港があり、造船所がある港町として名高い。ダンフェームリン周辺の主産業は技術開発、電気産業、国防産業と繊維産業である。これら工業は近年減少しつつあり、町の雇用は サービス産業へ多様化している。サービス産業における主な企業には、金融業のハリファックス・バンク・オブ・スコットランド、ブリティッシュ・スカイ・ブロード・キャスティング、FMC ・テクノロジーズなどがある。1919年頃のダン・ファームリン修道院1945年に発行された街の地図ダン・フェームリーの歴史は古く、アイルランド発祥の修道会カルディーはここに修道院を建てた。 ダンフェームリンの名は、清流の曲がった場所にある砦を意味する、ゲール語、DN、ピラムリンに由来する。街の名誉と繁栄を増大させた景気は、1070年に、スコットランド王マルカム三世と王妃マーガレットが、この地での挙式したことにある。王は、三方を谷間に囲まれた、小高い丘の上に立つ塔のある城で暮らした。 この城の断片は、後の宮殿の西にある、ピッテンクリーフ公園に残る。1075年、マーガレット王妃の影響を受け、ベネディクト会派の小修道院ができ、王妃の息子デイビッド一世によって、修道院の位に挙げられた。1322年、スコットランド王ロバート一世は、町に、直所状を与えた。18世紀、ダンフェームリンは、 長楽の完全性を見せることにおいて、作家のダニエル・デフォーに感銘を与えた。しかし、機関産業をテーブル理念産業とすることで繁栄を取り戻した。有名なフリー・ガーデナーズ協会のダンフェ・ームリン・ロッジは、マリハクト・トゥイデール・公の援助の下1715年に設立された。ダマスク織の織物業は1718年に、 エディンバラ近郊の工房で工程の秘密を学んだジェームズ・ブレイクによって紹介された。彼は精神障害者のふりをして工房に入り込んで得得したという。この日以降、理念貿易はトントン表紙に進行し、製造者によって生み出された美しいデザインが成功のきっかけとなった。テーブルネン産業のほか、染色業、漂白、真鍮製品の製造。 アイロン掛け、川なめ市、機械業、ビール醸造業、上流、宝石、ロープ作りと、石鹸、ろうそく作りなどの諸産業も、町を飛ますのに貢献した。町には、いくつかの公共の建物が置かれる。教会には、ラルフ・アースキンによって設立された、フリーチャーチ系協会である、ニューアベイや、スコットランド長老派協会のギレスピー協会などがある。 ピッテンクリーフ公園また、町役場は、スコットランドバロックとフランス風ゴシック様式の混ざり合った建物で、スコットランド歴代君主や18世紀の詩人、ロバート・バーンズの胸像、ノエル・ペートンによる、絵画、信仰の精神などが所蔵される。その他当地にある公的建物には、軍庁舎、後期チューダー様式のセント・マーガレッツ・ミュージックカーネギー・ホール、 カーネギー公衆浴場、高校、科学、芸術学校、2県の病院などがある。ダンフェームリンは、エディンバラにおける地価と、住宅価格の高騰の影響を受けて、大きく成長しつつある。町は、東高のマスタートン、ドユローチパーク、カーネギーフィールズといった地域へ拡大しつつある。この地域では、雇用が増大して、住宅建設が増え、新たな図書館や、 コミュニティホールの建設、新設校の創立、商店や商業レジャーパークの開設、森林とオープンスペースを持つ公園の設置などが続いている。商業レジャーパークは、ファイフレジャーパークといい、登校拡大地域の最も北方にある。ここには、シネマコンプレックスやボーリング場、ジムなどがある。また、このレジャーパークに連結して、 多くのファストフード店と一軒のホテルがある。ありがとうございます。